赤月列車。赤月は、日本国有鉄道、国鉄、分割民営化後は、西日本旅客鉄道、JR 西日本及び、九州旅客鉄道、JR 九州が主に、京都駅、新大阪駅長崎駅、佐世保駅間を、東海道本線、山陽本線、鹿児島本線、長崎本線、佐世保線経由で運行していた、新大特別急行列車である。 本校では、京阪神と長崎県、長崎本線、佐世保線を結んでいた、夜行優等列車の遠隔についても記述する。特急、赤月は、京阪神と九州を結ぶ、夜行特急、関西ブルートレインの祖であり、最後まで残った列車でもあった。1965年10月に、新大阪駅西鹿児島駅、現在の鹿児島中央駅、 長崎駅間寝台特急列車として運行を開始。設定当初より東海道新幹線との乗り継ぎで東京と九州を結ぶ連携を持つ列車で使用者用設定種別ともに。1968年10月に佐世保駅発着列車が増発に往復となり、これ以降1970年代中頃まで。 非電閣間を有した鹿児島本線と長崎本線、及び佐世保線を直通する夜行客車特急の総称名として用いられた。以降、1972年10月に1往復増発、1973年10月には6往復に増発、さらに1974年4月に増発して7往復が運行され、この時が暁の 本数面での再生期となった。1975年3月、山陽新幹線の全通により、赤月の内西鹿児島駅、熊本駅発着列車を、明星として、系統分割し、京阪神対九州西部の列車として、長崎駅、佐世保駅、長崎駅、佐世保駅発着各一往復の、計算往復となった。また、 運行開始以降新大阪駅発着が基本となっていた関西ブルトレ群の中で初めて大阪駅発着列車の設定も行われこの改正で下りの長崎駅、佐世保駅行き、上りの佐世保駅始発の列車に関しては大阪駅発着となった。また一部を本州直通ながら筑豊本線経由とし1985年まで 同線経由で運行をしたことから、同線では国鉄時代最後の優等列車ともなった。1978年10月にに往復に国鉄分割民営化直前の1986年11月1日には1往復に削減されたが、京阪神対長崎県の優等列車としての面目を保っていた。二千年三月に佐世保駅発着列車が廃止されて、 水星と並結運行されることになるが、2005年10月からは、水星の廃止により、内波との並結が行われるようになったものの、2008年3月15日に廃止された。これにより、京阪神対九州間のブルートレイン及び、夜行定期列車は1965年の暁運行開始以来、42年半の歴史に終止符を打った。同時に、 長崎本線に乗り入れる夜行列車及び JR 他社直通列車が消滅し JR 旅客他社の車両が定期列車で JR 九州管内の在来線に乗り入れるのも終了した列車名は日の出明け方を意味する暁に由来している京阪神対九州西部を結ぶいわゆる関西ブルートレインの一列車であった年月から廃止に至るまでは 京都駅都市駅間で那覇と並結されていた。列車番号は運転線区により変更し、京都駅都市駅間は並結相手の那覇と同じ下りが31列車、上りが32列車であった。都市駅長崎駅間は下りが33列車、上りが34列車であった。京都駅から新大阪駅大阪駅。 三宮駅、姫路駅、岡山駅、倉敷駅、福山駅、尾道駅から、三原駅から、新山口駅、から、宇部駅、から、浅駅、下関駅、もじ駅,駅、小倉駅、黒崎駅、博多駅、都市駅,駅、佐賀駅、比ぜ山口駅、比ぜ鹿島駅、諫早駅、長崎駅。客車は、JR 西日本の京都総合運転所に所属する14、K15 型が使用され、 1978年に国鉄最後の新型寝台客車を初めて導入し、以来ほぼ一貫して専用車両として使用されていた。運行廃止時点で JR 九州間内において他の JR 旅客会社の車両が使用される唯一の定期列車であった。1990年3月から普通車座席指定席車両として グリーン席並みのリクライニングシートを備えた一人掛け腰掛けのレガートシートの連結が開始した。レガートシートは高速バスと同様、一人掛け腰掛けを3列に配するなど、プライバシーを重視した内装に変更された。経営機関車は、京都駅下関駅間は当時 JR 西日本の下関地域鉄道部下関車両管理室。 現在の下関総合車両所に相当に所属する EF66 系電気機関車を使用していたが、関西方面の団体専用列車で使用される、下関車両管理室所属の EF65 系1000番台、PF 型が返却、倉庫未改装のため運用に入ることがあった。下関駅文字駅間は、JR 九州の大分鉄道事業部に所属する、 EF81 系電気機関車、文字駅長崎駅間は、JR 九州の大分鉄道事業部に所属する ED76 系電気機関車が使用されていた。客車は、運行開始当初は当時唯一の、寝台特急車両であった20系客車を使用した。当初こそ、無効調運転所車両が用いられたが、1968年10月より、赤月、下り1号。 上り2号のうち、長崎駅発着編成を、品川客車区、後の品川運転所、現在の東京総合車両センター、多摩地センター所属車両に変更した。これは、同時に行われたダイヤ改正で、早草の付属編成を、博多駅回転ら、長崎駅発着に変更した際にそのまま上りの、早草として、折り返しで運用ができないための措置であったが、 二重軽客車を使用した列車で、初めて基本編成と付属編成が別の所属区の客車を用した例となった。1972年3月15日には、赤月、下り1号、上り3号の西鹿児島編成の使用車両も、向こ長運転所から品川客車区所属車両に変更。早草と完全に共用運用化された。これにより、一人を個室。 ルーメットを備えた、ナロネ22系車両が、西鹿児島編成が連結され、関西発着の寝台特急列車で、初めて個室寝台が連結された。しかし、同年7月15日付で編成を変更したことで、早草、ブサ、下り1号、上り3号へのナロネ22系の連結を終了した。増発を行った1972年以降は、 新型ブルートレインと称された14系客車や24系、24系25系客車を導入し、同一列車名で複数本数運行する列車として20系客車まですべてを使用していた。1975年、昭和50年3月には、赤月全列車が14系、24系客車の運転に変更されたが、このうち、赤月、 明星に使用されていた14系客車は、長崎県佐世保市の廃棄客貨車区に配置されており、前運用で、大阪駅青森駅間の日本海、下り2号上り1号にも使用され、長崎県の車両が青森駅まで顔を出すという大型運用であった。しかし、日本海が走行する、上越本線や大武本線で大雪などのトラブルが、共通運用を組む、赤月。 病星の走行線区である長崎本線、佐世保線、筑豊本線のダイヤにまで影響を及ぼした。1978年、昭和53年に国鉄として、最後の新型客車である 14K15K 客車に変更。同時に、日本海への広域使用も終了。以降、民営化直前まで、廃棄客貨借から、無効調運転所への車両の移動はあったものの、 二段式、P 新台車のみの編成で推移した。県員機関車は、関西発着のブルートレインにもかかわらず、東京機関区、現在の東京総合車両センター、田町センターに相当の e f 6 5系5 0 0番台、P 型が、下関駅までの直流区間を担当しており、20系客車の使用と相まって、東京駅発着のブルートレインと比べても、遜色のない編成を誇っていた。 その後、関西ブルートレインの増発に伴い、直流区間の経緯は EF58 型に交代するが、EF58P 型が不足していた時期には、EF65 系1000番台や EF65 系500番台、F 型が先頭に立つこともあった。その後、牽引機は EF65 系1000番台を経て、廃止までは EF66 型が担当した。 平戸は1961年10月から1968年9月まで京都駅、大阪駅、佐世保駅間で運行されていた急行列車である。運行時間帯がよく高い乗車率を維持しており、不定期列車も運行されていたが、1968年10月に列車名の整理により再開に統合されて廃止された。再開は1954年10月から、 東京駅佐世保駅間で運行されていた急行列車が1968年に運行区間が大阪駅佐世保駅間に変更された際に平戸を統合して2往復に増発された。1975年3月には山陽新幹線の全線開業により座席車のみの1往復になり新大阪駅非前山口駅間で運前と並結運行されるようになった。 利用者の減少が続いた再開は1980年10月に廃止された。1948年8月から東京駅長崎駅間で運行されていた運前は1968年10月に運行区間が京都駅長崎駅間に短縮され、京阪神と長崎県を結ぶ役割を担うようになった。最盛期には三往復運転されていた。 運前であるが、山陽新幹線の全線開業により1975年3月に座席車のみの位置を往復にまで削減され、再開と閉結運行が行われるようになったが、1980年10月に再開と共に廃止された。1995年、平成7年1月17日に発生した阪神、淡路大震災では、東海道、山陽本線、 JR 神戸線が普通になったため、赤月は当分の間運休になった。しかし、1月30日から3月31日までの間、福知山線、山陰本線、万丹線経由で普通区間を迂回する臨時寝台特急として、赤月81.82号が運行された同様の迂回列車、那覇81.82号も運、 万端線の有効長が8両であったためなるべく輸送力が確保できるよう電源車を必要としない14系新大車7両の編成で4両が長崎駅発着3両が佐世保駅発着で運行されたまた、迂回区間途中の和田山駅で進行方向を変える必要があったためこのため佐世保駅発着編成は 通常の廃棄駅と合わせて二度方向転換を行った京都駅における編成は通常とは逆に下り側から見て佐世保駅発着編成を前としていた。姫路駅伊勢は同様に震災の影響によって運休していた桜のダイヤがほぼ踏襲された。なお京都駅福知山駅間は山陰本線経由による迂回運行も検討された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。